こんにちは、しもとです。今日はですね、1998年夏頃のギター広告の紹介をさせていただきます。ヒデさんが亡くなってから最初の夏ですね、当時はですね、僕は21歳になった頃ですね、ちょうど21歳になった、もろにバンド活動、インディーズ活動をですね、していた頃ですね。当時はバンドブームだったので、かなりやっぱりバンド数も多くて、ギターも相当売れてたと思います。そんな頃の広告から、どういうギターが流行ってたのかっていうのを見ていきたいと思います。でまずはですね、こちら、三鷹楽器さんですね。残念ながらですね、2004年頃だったかな、2003年にですね、閉店して、今はなくなっているんですけれども、当時の店長がよろず屋という楽器店を今も三鷹で営業されているそうです。その三鷹楽器さんなんですけれども、こちらご覧ください。このタルボです。こんなにたくさんのね、種類が出てるとは知らずに、ね、びっくりしますね。この頃ですね、グレイの久志さんと契約をされて、東海のこのタルボですね、一気にこう世に広めていったのが三鷹さんだと言われております。三鷹楽器の貢献によりタルボが広がっていったと。そして三鷹さんのもう一個の違うページですね、これ、ヒデさん、清志さん、チロリンさんとスプレッドビーバーの面々のギターがずらっと並んでおります。チロリンさんのベースはゾディアックから出ていて28万円、このひまわり28万円だったんですね、当時ね。清志さん、僕もね、この間ジャンクギター購入したんですけれども、 MY115S ですね。これサイン入りです。サイン入りは三鷹さんから発信されてたんですね。これ YouTube のコメントにも、清志さんのサイン入りのギターをお持ちだという方がいらっしゃったので、多分三鷹さんで当時購入されたんですかね。で MG がずらーっと並んでおります。でまた別の広告、こちらご覧ください。三鷹楽器さんではないんですけれども、別の通販会社ですね。ここももう MG だらけ、ヒデだらけですよ。サイケからイエローハートから、そのドンズバが出たぐらいの時期なんですかね。34万円。そして下には BC リッチのモッキンバードとターゲットが載ってるんですけれども、ちょっと気になるのはですね、この右下の部分、この3色ありますね。緑と黄色とチェリーと、これね、ヘッドがターゲットなんですけれども、サスティナー搭載なんですよ。それが59,900円と、当時ですね、サスティナーの安価なモデルがなかったんで、それでターゲットから発売されたんじゃないかなというふうな感じですね。これはなかなかね、あんまり見かけたことがないんで、かなりレアなものだと思います。別の通販会社でもターゲットの珍しい木琴バード見つけたんでご紹介します。 MGT85EX、 これね、注目すべきはつまみコントロールとスイッチです。コントロール2つにスイッチ2つ。これね、サスティナーはついていないので、多分コントロールはボリュームとトーンですね。でスイッチは、ピックアップの切り替えのトグルスイッチと、でちっちゃいミニスイッチがダイレクトスイッチじゃないかなという感じですね。これはね、見たことないですね。続いてヴィンテージの木琴バード。当時はね、いろんなメーカーさんから木琴バードが発売されていて、このヴィンテージのは完全にフェルナンデスに寄せてますよね。このフロントのピックアップがホワイトだったりとか、パーツがゴールドだったりとか、もう雲のインレイだったりとかっていうところが完全にフェルナンデスに寄せてるなという感じで、たまに中古楽器屋さんで見かけますよね。でもう一個、ミニギターですね、ショートスケールのメイビス。これはね、フェルナンデスよりもショートスケールのギターを出すのは早かったんで、先見の明はあったんじゃないかなと。企画勝ちっていう感じですね。どれぐらい売れたかは分かんないですけど、これは面白い企画だと思います。そして通販といえばこれでしょうね。僕も高校生の頃は結構お世話になりました。
この SRC さんの通販グッズ、まあ、服もたくさん面白いものあったんですけれども、やっぱりね、このパーツっていうか装飾品系は結構ここで買いましたね。このダイゴがつけてるようなこういうのとかも買いましたよ。シドのチェーンも買いましたね。これね、懐かしいな。地方のバンドマンはですね、大概こちらでお世話になったんじゃないかなと思います。で、続いてエフェクターですね。これ、ズームの新商品、これです。当時ですね、1998年当時のズームは2100。これがメインだったんですね。メインというか、まあ、一番売り込んでる最中のマルチエフェクターだったんでしょうね。これね、ちょっと見ていくとデザインはね、まあ、デジテック寄りな感じですよね。ちょっとそっちの方によ、RP に寄せてるような感じですもんね。で、気になるのはね、この上の文言、文章なんですけれども、これちょっとぜひご覧ください。やったねと、とも。まあ、ともくんという方なんですけれども、とうとう買っちまった。最高ラッキー。こんな小さいのにむちゃくちゃたくさん機能があって、しかも相当いい音。自分で音作らなきゃと思ってたら、かっこいい音が最初から60個も入ってるしという感じで、ともくんがですね、とうとう買っちまったと、まあ、以前から欲しかったんでしょうね、まあ、やっと手に入れたと、やったねと言ってるんですけれども、ちょっと後半をですね見ていただきたいんですが、ああまたともくんは何か買おうとしてますね。ね、おかしいでしょ。ともくん買ったっつってんのに、ああまた買おうとしてますねって。もうね、この1ページだけでね、ちぐはぐなんですよ。当時誰も気づかなかったんですかね、この矛盾に。まあそっちの方がちょっと気になるなっていうところだったんですけれども、続いてボスです。でボスは OD3 と ME30 が当時の一番の売りだったということで、 OD3 はですね、1997年この前年にリリースされているので、もうがっつり今売り出してる最中っていう感じですね。20年分の結晶であると。で、そして ME30 に関しては、まあ、どちらかというとですね、この文章を読んでると、まあ、ビギナーズ向けな感じですよね。なので最初からボスでやる、本気だからと、まあ、ビギナーから使い始めて、まあ、その後も全然使えるような機能がたくさん入っているよっていうところが記載されております。まあ、当時ね、 ME、 僕が高校生の時はね、もっとのぺーっとしたような感じのマルチエフェクターだったんですけれども、ちょっとね、近未来的な感じのモニターがついたりとか、デザイン性もすごく一気に変わったマルチエフェクター、ちょうどこの時期ぐらいからシャレっ気が出てきたなっていう感じがしますね。という感じでいかがでしたでしょうか。まあね、22年前ということでですね、結構やっぱ時代の差がありますね。まあでもこういうね、バンドブームの楽しい時に僕もバンド活動がちょうどできていたので、環境的には恵まれてたんだなっていうのは今思います。若干ね、ギター人口が減ってるような話はよく聞くんですけれども、まあ、今はですね、キッズじゃなくて結構ね、中年の方だったりとかも弾くようになってきてるので、なんかこう平均的な人口比率的にはギター人口減ってないんじゃないかなっていう感じもするんですけどね。これからも焦らず楽しくギターを弾いていきましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。